このガイドでは、ウリチマビジネスのウェブサイトでウリチマトークンのペイアウトを行う方法についてご説明します。ご注意ください。トランザクションを受け取るためには、ウォレットをアクティブにする必要があります。アクティベーションにはスマートコインが必要です。アクティベーションの最小金額は1スマートです。スマートを取得する方法は以下の通りです。1、他の人に依頼して送ってもらうこと。2、取引所で購入し、ウォレットに送ること。3、他のコインとスワップすること。ウリチマビジネスの個人アカウントにログインしてください。個人アカウントの左側のメニューからペイアウトを選択してください。表示されるページでペイアウトを行うために二要素認知を有効化するように求められます。Google 2FA の設定が完了したら、ペイアウトセクションでトークンを引き出すために使用する残高を選択し、Next Step ボタンをクリックしてください。次にトークンを引き出す金額とウォレットのアドレス、アドレスはスマートウォレットでコピーできます、を指定する必要があるウィンドウが表示されます。引き出すトークンの数量を入力し、コピーしたアドレスを貼り付け、トランスファーボタンをクリックしてください。その後、二要素認証のコードを入力するウィンドウが表示されます。Google Authenticator アプリを開き、アプリから取得したコードを対応するフィールドに入力してください。正しく操作した場合、トークンの引き出すリクエストが作成されたことを示すメッセージが表示されます。おめでとうございます。ウリチマトークンのペイアウトが完了しました。ペイアウトトランザクションに関する詳細な情報、日付、トークンが送信されたウォレットアドレス、金額、ステータス、ID、トランザクションハッシュは、トランザクションズペイアウトセクションで確認できます。質問がある場合は、サポートにお問い合わせください。喜んでお手伝いいたします。ご成功をお祈りします。